吉田さん、価値は様々。昔ね、野球漫画でキャプテンっていうのと同じ作者でプレイボールっていうのがあったんですよ。まあ、これはね、原作漫画がものすごく面白くって、私も中学の頃に連載してるのを読んだんですけども、本当にね、次回が楽しみで楽しみでしょうがなかったですよね。で、この2つの作品っていうのはアニメ化にもなって、実写版にもなって、それでこの度ね、ちょっと前ですけども、ブルーレイにもなったんですよ。そのぐらいの名作だったんですけども、30年以上経って続編が書かれることになったんですよね。で、それだけだったら別に驚いたことではないんですけども、実はね、このキャプテンプレイボールの作者、千葉哲也さんの弟の千葉明夫さんなんですけども、30年ほど前にね、もうね、41歳で亡くなってるんですよね。でも、亡くなっているんだけども、作品だけが残って、その作品が30年以上経って、続編としてですね、2019年あたりからまたね、プレイボール2、キャプテン2ということで続いてるんですよ。しかもこれがですね、原作者の千葉明夫さんが書いたと思えない、書いたとしか思えないようなね、出来栄えで、テーマが何も足さない、何も引かないってことなんですよね。だからその、続編っていうのは、ファンの方それぞれにいろんな形の続編があるんですけども、全員を納得させることはできないはずなんですよ。まあでもね、全員を包み込んで、またなんか本当に原作者の方が続きを書いてるかのようなね、まあそんな作品の仕上がりになってるということで、これもね、大絶賛されて大ヒットしてるんですよね。いや、これがね、本当に、まあ価値はいかようにも変わるんですけども、なんと言いますか、まあなんか一言言ったらすごいことだなというね、ボキャブラリーの本当私の貧しさをね、露呈することになるんですけども、キャプテンにプレイボール、本当にすごい作品だなと思ってます。大谷翔平さんは分かりませんけども、プロ野球のイチローとかね、新庄選手とかね、まあ、この二人なんていうのはこのキャプテンで育ったようなもんだっていうふうに常々言われてましたね。野球漫画といえば水島新司さんのドカベンなのかなっていうところもありますけども、ドカベンはその魔球とかね、強烈なライバルとかたくさん出てくるんですけども、キャプテンっていう漫画にはね、そういうのがないんですよ。スーパーヒーローもいないし、魔球とか伝説もないんですよ。ただ主人公の、まあ、粘り強い頑張りだけが、まあ、いろんな困難を突破していくっていうね、なんか普通の人の応援歌みたいな、そんなね、漫画なんで、当時自分の才能に疑い持っていたね、まあ、そんな少年たちにすごく刺さったんじゃないかなと思います。誰もがね、そのスーパースターを夢見るんですけども、なかなかね、ドカベンみたいな個性的なキャラクターっていうのは漫画の中だけだよってことなんですけども、そのキャプテンとかプレイボールの中にはね、本当に普通の人が地道な頑張りを積み重ねてきて、掴み取る勝利とかね、それから敗北の中から味わう再出発とかね、まあ、すごいなと思いますね。私も大好きで最近また見てるんですけどね。いたし。